真ん中ちょっと上が多分アンチ。最初からそこ行ってもいいのかな。一応こうして、こいつだけ見てればいい。あれ？あー、やっぱりん？微妙にやっぱアンチになってんのか、怖がらなきゃよかったのか。あら、やっぱアンチか。あれ、アンチっぽかったな。あらら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 、あぶねえ。気分ってアチョウでなんとかなりますか。しかし後ろからだと届かなかったな。こんなつけてると楽なんだよな。一回時限切れまで、時間切れまで粘ってみるか。時間切れってあるのかな。あれ、微妙だな。一発目の軌道にやっぱ巻かれた方が楽か。撃ってくる瞬間だけアンチ入るのはちょっと無理があるな。アンチかどうかはともかく、フル装備ならやっぱうんアンチでいいのかな。
け、相打ち、あ、相打ち OK なんだ。あ、それは初めて知った。え、エンディングが始まってるけど、これはバグってるんじゃないですか。オッケーじゃねえじゃん動けないのに 敵出てきて死んだぞおいそんなことが、これクリアしてちゃんと動画残ったらいいのにな。何事もなかったかのように、タイミングで後ろに誘導されるようになってんな、雑魚の腕方が。分かってても食らうじゃん。ラスボス相打ちでバグるとかいう面白い絵面になったのに、危ない、無理や、もう、ああゲロレーザー、エロレーザーもうちょい連射効いたらな、ここで使えたんやけどな、そんなことばっかり言っとるな。危ねえって、まあ避けるのか倒すのかはっきりせんとダメなんだよな。つけたまま粘ってみようかな。確か4つ目のボールとか出てきて終わるんだったっけな、そんな気もするな。うわ、今のでだからショット連射してて前の敵に負けるんじゃ、そんなもん、フォースないときついな。
待てって待て。怖い怖い怖い。粘ってみるか。パターンになってるな、やっぱりここはな。私はここから来るとやっぱ4つ目出るんだやっぱそうだよな、粘れても。うーん、やっぱフォースあると粘れるな、楽ちんだな。まあだからこそフォースを離せとそうおっしゃるわけですな。面のミックンを、やっぱ目押しですればいいのか。いやー、このゲームの判定でなこと言われてもな。この対空レーザーとか、フォース3段階のバリア性能高いよな。待っとるし、待てて、これダメなんだよ、ダメちゃう。これは避ける、でこれを避ける。当たってないけど大丈夫だね。これ当たってないからやっぱダメだよね。知ってる、やっぱそうか。4つ目来たな。フォースが打ち込めたかったら何にもならないと。あんなこと言われてもな。普通に前行って打ち込んでるけど。まあに当たって死ぬのとかも勘弁してほしいんやけどな。あぶね。あ、時期が下に逃げると誘導されて入らないのか、あれもしかしたら。いや、逃げるなって言われてもね。だからそんなとこ見とったら何もできんて。勝手に入ってくれんかね、ほんとにめんどくせえ。まあ練習がてらコンティニューするか。コースが中入らないのとかあんまりやと思うけどな。
嫌だな。だからさ、どうしても入るかどうか見てしまうんですけど、だって入らなかったら終了やもんな。そら見るわな。でまあ見たら死ぬと。本当腹立つなこれ。見んわけいかんよな。くっそ腹立つな、ほんとね。やっぱこのゲーム嫌いやな俺ほんといろんなところがなんか不愉快で腹立つわ。そういうその難しい部分で面白いと感じれるところがあんまないしな。腹立つだけやな。まあ、所詮企画パクリゲーやしな。作った人間の根性が腐っとる。危ねえですね。怖いね。またなんか正面のやつに負けそうだったし、今な正面のやつにすごい負けそうだった。あれでまあ負けとったらまた死んどるわけで。やっぱ面白くねえな本当に。なんかやりたくなくなってきたなやっぱり。部活に簡単にクリアできるゲームとか言って、リストに上げたのが間違いの元やったような。まあ、R タイプ2もやろうかなと思ってるけど、あれもあんまり面白くねえしな、本当に。向きになるだけだよな。一緒かい。いや、とりあえず、ワンコインクリアできるまでやりますけど、くっそ腹立つな、本当に。ちょっと落ち着いて、お前ら何しと。お前らご飯か。電卓落ちる、電卓落ちるぞ。あれ？あれ？なんで？枠取りしてないな。大丈夫か？これ。せっかくワンコインクリアできても枠取りできてないとかならんといてくれよ。
できればワンコインノーミスできるまで。自分もしょぼいミスしてるから何とも言えんけどさ、この球の出方おかしいよな。突然球が丸ごと出てるから全く見えん。それで食らいやすいのは多分狙い通りなんかもしれんけど、こっちの波動もちゃんと順番に前から出てるよなこれな。クリアする分にはハードでもあんま変わらんか。危ねって、おいおい。
ザ・フォース基準で見ちゃうな、当たり判定は。怖い。時期のショットが当たるところが、それ以上進んだら時期がやられるっていう感覚は癖になってるよな、やっぱり。コースの先端でショットが止まってても、まだ動いてもいいんだけどな、Rタイプの場合は。そういうゲームが他にもあったような、なかったような。ビット逃がした、ちゃんと見てなかった。アイテムはフォース判定で取ったっけ、そういえば。フォースぶつかると確かアイテム取るよな。やっぱいや時期か、フォース、アイテムもフォースで取らないんだ。稼いでおいた方がいいでしょう。調子こいても死ぬんじゃねえこれ。危ね、なんかあれ、パールタイプの弾打ちの角度って変だよな。予定より全然違うとこ飛んでくる。
危ねえ危ねえ危ねえ、なしとなしとなし、ビットでしか攻撃入らんな。あんなとこドップ通るんやろうな、よくわからんね。怖いな、壊して。怖いって、なんで。やっぱ対空レーザービットの方がいいのか。なんか弱点のダメージの受け付けが悪いな、やっぱ PC エンジン版と比べると。もっとサクサクダメージ入って死ぬんやけどな、PC エンジン版。ちゃんとゲーセン版の方が厳しくできとる。そこら辺は好感が持てる。やめろや、お前。危ねえ。危ねえ。ちょ、待て。危なっかしいなぁ。後ろは無視して。危ねえ危ねえ、なしと。危ねえ、ちょっと待て待て待て、早くやめろ。よし、これで、うん、ギリギリまで粘ってれば後ろから来る数が少ないね。そうすれば楽だわ。うん、ただ付け替えしなくて済む。ここでこれってのがなかなかいやらしいね。お、ビット出た。無理やり取りに行って死ぬのはバカらしい。さて、あとは、最初からずっとアンチじゃないよね、確か。ここら辺だろ。最初からずっとアンチじゃなかったはず。嫌だな。基本的には上下ビットがついてればミックにはやられない。なんか連射のばらつきで正面からミックン食らって死にそうな気もするけどな。
まあ、対空レーザーかな。え？上だよ。アンチのはずなんだけど、あ、はいはい、一応アンチだな。なんかちょっと怖いけど、はい、クソザマーミロ、もうやらん。クソゲーなんだね。やっぱあるタイプ面白くねえなあ、本当に。ほんとこうやってやると、テグザーのアーケード版の企画の持ち込みのやつをパクったゲームっていうのは、信憑性高いよな。やっててつまらんしな。作ってる人間からなんかあんまり、しっかりとしたものを感じないんだよね。そこはやっぱグラディウスと全然違う。まあまあ、まあこの R タイプですら、これ以前のアイレムのゲームとだいぶ違うからね。それ以前のアイレムのゲームのセンスとか感覚とはほんと違うから、やっぱこの R タイプが突然降って湧いたのが、これをだから、新入社員の新人が作った、天才の新人が作ったって言うんだったらわかるんだけど、そうじゃないみたいだから、やっぱ、テグザー作った人のブログにあった、テグザーアーケード版の企画を持ってこいって言われて持ってったら、却下されて、その後そっくりなゲーム出されたのが R タイプってのは信憑性高いよな。実際俺それ聞いたら本当なるほどって思ったもんね。これ以前のアイレムのゲーム全然本当、箸にも棒にもかからん感じで全然好きじゃなかったのに、 R タイプだけは結構面白いと思ってやったから、アイレムどうしたんやろうって思ったもんね、当時も。まあそのアルタイプですら今こうやって見るとあんまり面白いって感じないのは、まあちょっと俺がアイレムのゲームとにかく合わんのだろうね。アンカバもそんなにね、やっぱ面白いっていうか難しすぎてムキになってやってただけやしね。まあまあ、ハードでのクリアはもう嫌なんでやめます。もうアルタイプ触りません。もしかしたら、土地狂って R タイプ2やるかもしれませんけど。よし、そうだ、あれです、 4D のダブルドリルで、ノーミスですらクリアできるようになったんで、クリアぐらいならそこそこいけるやろうということで、パワードギア、4D でドリル&足もドリルというかっこいいこうロマン系の装備でやっていきたいと思います。少々お待ちください。はい、今日はちょっとパワードギアから先やりますかね。ゼロウィングの方はちょっと短時間でやり直しになったりするんで、後の方の時間に向いてるかなと。でもな、クリアするのに時間足らんかったら、やる気出ねえんだな。でもまあクリアできる気しねえからいいか。やれるとこまでやりますって感じで。
っとな、一人用でも使いたかったな。よし、缶コーヒー一本買って、パワーヒーロー。しかし誰もいない。まあいつも通りやけど。100円玉がなくなったので両替しよう。転がってるっていうか、あれか、一応ジャンプしてくるっと回って乗ってるからあれでいいのか。なんか額に沿ってなんかゴロゴロ転がってなんか乗ってるという風に見えてたから変やなぁと思ってたけど、いや、ジャンプしてくるくるって回ってないともっと素早く表示した方がいいんじゃねえかな。ゲームってね、いろいろ細かいとこ作ってあるよね。届けや届かんのかい今度。すっかりこのサボりパターン使うようになったな。楽ちんだよ。ところが超メガの同情し失敗した途端にヤバい。まずダウンするのがうざい。まあまあ味方もやけど。またミサイル。ミサイル撃てばいいんだけどな。調子に乗ってるとブレットなくなるもんで。ちゃんと見ろ。そう、俺は格ゲーでもゲージがろくに見れていないのです。あんまゲージやる格ゲーやってないからね。
その代わりタイムと体力ゲージはすごい見てるよ。たった1回でこのヘリ、あ、いたった、この虫、たたたたた、メガフラ使ったって。メガクラ出るまで連打しても出んもんな。どうすんだろうこんな。メガクラ使わなくていいようにしましょうみたいな。あら、あれ、あ、左下でフレームのはずが真下でレーザーブレードになった。なんじゃこりゃ。あれ、これしばらくドリル出ないんじゃないのこれ。ちょ、コンセプトから外れちゃうじゃん。あれ、この辺ドリル1個も出ないだろ。そういえば、あらららら、しっかり斜め入ってなかった。連射効かなくてつまんねえんだよな。はい、チェーンスパーク拾ったね。イエーイ。振りは少し早いか。こういうことですね。で、おいおいおい、外れるなや。チェーイ。ボディにしてはリーチあるなぁ。なんか幅狭いか。あぶね、間に合った。点数稼ぐ、いらんいらん。もう危ねえ。これで無力なんだよな、チェーンスパーク。危ねえ。これを取ると満タンにならない。ないんでな、落ちてないんだよな。お、ミサイル来た。あぶねえ、あぶねえ、まあ、こんだけサブウェポン出れば大丈夫やな。
突進もなんかね、腕振り上げの出際で止めれるかどうかがなんかランダムっぽいんだよね。今日こそはレーザーにしよう。あれドリルないのどうすんだ俺。そういえばそうか、ドリルつけなきゃダメだ。うわー、何もつけれてねえ。うわ、おかしなことになった。大丈夫これ。適当。そこにレーザーブレードつけるのはな、拾うだけ。よし、コンセプトに反しすぎる。全然当たらん。サブウェポンもつけれてねえし、さあどうすんだろうこれ。さすがにフォースクローは厳しい。お、ドリルくれ、ドリル。危ねえ。そして誰もいなくなった。当たりや。出ない。すでにダッシュしてるから。あ、本当に早すぎてまだ着弾してて燃えるんだよ。なんとに。あんま減らなくてよかった。あれ今ダッシュ攻撃で倒したのに。レーザーブレード置いてかんかったぞ。あれダッシュ攻撃で倒したら絶対置いてくんじゃなかったっけ。あれ、泣きした。なんやこれ、うん、ひどさ、まやるしかないわな。なんやそれ、
から走ってきたらこれ終了ってやつ。あぶねえ。ドリル来た。なんで無敵ジャンプで移動とかすんねん、本当にこの野郎ひどいから。レーザーいらんな。使ってでもこい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 、何しとんじゃーおーい。まずなんか光るタイミングが危ねえ。バルカンでなんとかするしかないんです。おお、変態ムーブやめろんだね。でシールドを拾わないという選択肢はないんだけどね。あ、当たらなかった。これは久しぶりに楽ちん。さあ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 、皆さんいらっしゃい。追加が来てからもう一発当ててやればいいのかな。よいしょ、はい、よいしょ。ここまで出んでもいいけどな、オイルぐらい固定にできんかね、ここ本当に。ほら、いかん。あぶねあぶね、お前は本当まずいだわ。ですよね、攻撃できないんですよね、武器があるから。ほんとひどいよねこのゲーム、マジかと思うけど。これ動けない。お前はほんとまずいからやめてほしいんやけど。
畳んできてこれか。ヘマしなければ6面は割と安定かな。これ開幕長目が使ってもこのザコのフォースクローが外れないのが笑えるんだよな。外れるんだったら使うんだけどな。もう違うじゃん。ペガクラがから逃げ切れるのは使える。これ楽ちんだわ。よしよし、ブレッドケチった。避けきれんかい。バックステップとか知っとるから死ねや。なんだそれ。おいパンチ一発で毎回3分の1減っとんのか。あぶね。なんで今まで転ばんの。嘘くせー。はあ、いちいち避けんなって。あぶねえあぶねえ。これやばいな。なんで生きとるかな。ひどいひどいひどい。おかしいぞ。ランクが高いってこと？いつも死ぬとき死ぬタイミングで死なねえんだけど。高いんかな。ノーミスやから。どこ戻ってくるの。こいつかわいい。なんで助けていく。まずここのやつはドライバー置いてかんしね。ちょっとちょっと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 、燃えミサイルくれ。拾えてない。
レットあるね。置いてかん。そや。最悪やな、このゲーム。ここアイテムだらけで攻撃できんって。ジャンプ攻撃したら超ハンドで返すんだよな。てかダッシュ攻撃も超ハンドで返すな。何やそれ、どうすんだよな。拾わずに攻撃する方法なんかねえじゃん。壊れないか。なんか跳ね返った。なんで？なんでやねん。ちょ待て待て待て、やめろ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 。なんか無駄玉済まされた。なぜ夜で食おうか。食べるなって。どれ拾ってない。はい、ちょっとダメ。食べるなって。あれ、ノーミスでアイテムキャリア来ることあるんや。あれ、コンティニューの時だけかと思ったけどな。ドリルじゃつらかろうと。武器持ってきてくれるの。使い切るつもりでミサイル使うか。
けばいい。ないよりはマシなはず。危ねえって。え、なんでなんで食らった。危ねえから。お前はあら、なんか食らったぞ。おいおいおい、なんで食らったの。マリメスの突進か。ドリル出してる状態で食らうとは思わねえもんでな。フレーム置いてってねえわー。当たっとらんし。危ねえか。レーザーこれ。ちょっと待って、ちょ待って、おかしいから。なんで画面外からレーザーブレードの月なんか食らってんの。ひっどいなぁ。 あもうダメだこれ。おい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 、ほんとにひどすぎるって。あ、まだ1機あるけどさ。で転ばん、落ちくんなって。だから上がだからボムで塞がっとるやん。ええさ、ひどいって。ちょっと何しとんの。厳しいね。こっち来ない。ひどすぎて、なんでこんな減っとんねん。この番組。どうでもノーミスクリアできるパターンやったけどな。お、いなくなったね。メガクラ自体は 2,3 回使えるからいいかね。あら、失敗した。あぶね。これ時間かかっちゃうな。これ食らったら即死やな。強くやらんと時間足らんな。
あるときはメガクラ消費しない、メガクラ消費しないようにしてメガクラか。当たり判定は怖いんだよな。危ねえ危ねえ。おい。危ねえ。今のでメガクラで体力減るってことやっぱ。メガクラの効果範囲広くてなんか他のパーツに当たってるんやな。当たらんようにすればな、メガクラただなんやけどな。これはもうこれしかないでしょ。ゆっくり変形が見れる。ノーミスでクリアしたかったな。まあノーミスではないですが、一応クリアしたということで、これでしばらくパワードギアをお休みにしましょうかね。よし、じゃあ無理なゼロウィングを、いや二度ともうやりたくないけど、達人とかやったら見る人多かったりするのかな。達人王とかやったらたくさん見るんかな。まあまあグラスリーもたくさん見るよな。なことないか。上手い人たくさんやってるから、下手なやつのなんて別に見ないだろう。まあ達人王例。
できないんだけどね。どこら辺からだっけ、なんか東亜プラのドギュンあたりからなんか基板が変わったかなんかで、なんか派手な爆発を表示するためにすごいチラチラさせてんのが、あれがもうほんと見えなくてね、俺は。一面の中盤からのなんか、爆発がもう、パッと見た瞬間爆発が見えない。つまり消えてるところの方を見ちゃうもんで。それでもうほんと、画面上で何が起こってるのかわかんなくなっちゃうんだよね。あれは本当に見えないっす。あんまりいないみたいやけど。あとなんだっけ、ネオジオの侍のザンクローからもなんか画面の表示を大きくするためにすごいなんかチラチラさせてんの。あれももう全体視で画面見てパッとなんかジキャラの方に視点戻そうとするとジキャラどこ行ったかわかんない。ジキャラをすごい見失う。だからザンクロー以降の侍は一応ゼロだけはやってるけどほぼできないんですよね。多分あれだよね、ドットとドットの間を広くしたりとか、なんかその点滅のペースとかを遅くして瞬間的に画面に表示してる表示物を多分減らしてたくさん表示できるようにしたんだよね、きっと。プログラム的には素晴らしいんだろうけど、人によってはちょっと画面がほぼ見えないというですね。でも本当個人的にはあれ本当ひどいと思うんだけど、同じ話聞いたことないな。ってことはそういう人は珍しいんかな、本当に。こういうのは多分そう感じない人からするとなんか言い訳とか気のせいとかそんな風に多分思うんだろうけどね。まあ、シューティングも多分ドットのタッチがなんかゲームによって結構違って、ドットのタッチが人によってきついと全然画面が見えないとかあるんじゃないかな。敵と弾の区別がつかない、背景と敵の区別がつかないとかいろいろあると思うけどね。そういうのってもう根本的な問題だから慣れても変わらないんだよね。まあまあそんなことはいいんでしょ。